ショコラ、この伝票、ご主人にお願い。わかった。行ってくるね。ご主人様、これ明日のオーダー伝票です。わかりました。いつもの場所に入れときますね。ピッと。クンクン、クンクンクン。背中押しつけちゃダメなのですよ。え、ショコラがご主人様に？そう言われてみればそんな気も。ショコラ、大丈夫？にゃ、今日はちょっと暑いにゃってだけだから。いつもと別に変わらないと思うけど。あ、もうすぐミルフィーユがなくなりそうだね。ちょっとご主人様に行ってくる。あ、ショコラ。主人様、いや、あれ、何でしたっけ。主人様、にゃーん、にゃーん、ご主人様、ご主人様の匂い甘くて、にゃーん。ショコラ、ミルフィーユの補充。あ、それだ。ナイスアシストバニラ。ご主人様、ミルフィーユがもうないので出しますね。
でしたよね。ミルフィーユ、ミルフィーユ。たまにおかしくなるけど、今日のは変だと思う。普通。もしかしたら、でも確証ないし。いいけど、お店は？にゃんですと、ショコラが全然いけますです。にゃんたって鈴持ちですよ、鈴持ち。これは立派な猫の証で。任務了解。ショコラ捕獲。強制退去モード。猫パラ。ダメにゃ。全然ドキドキが収まらないにゃ。ご主人様の匂い思い出すだけで。すごい体の奥、熱くてキュンキュンする、はあ、ここ触ると気持ちいい。にゃご主人様、お店は閉めてきたって。なんでですか。ダメです。今近くに来ちゃう。ご主人様、にゃう。痛いとかじゃなくて、甘い匂いも。本当に病気とかじゃなくて、いやショコラはもう立派に鈴持ちにゃのですよ。鈴は理性的な証拠で、炎が我慢できる証拠にゃのです。ショコラ、もしかして。やっぱり来ちゃったの。
分かってます、分かってますから。別にご主人様が褒めてくれたのはそういう意味じゃないって分かってますけど。ご主人様、ご主人様から何かすごく甘い匂いがしてとろーんって。ご主人様、主人、発情期の猫はちゃんと発散してあげないと体調を崩すよ。それにショコラだってご主人のことが好きだからこうなってる。猫と人じゃ赤ちゃんはできないって知ってるけど、でもちゃんと愛し合うことはできるんだよ。猫を人生のパートナーにする人だっているでしょ。ご主人はショコラのこと好きじゃない？ご主人は人のくせにもう忘れたの？私たちは猫だから自分に素直なだけ。私たちは猫だから自分に素直なだけ。本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。それでも一緒にいたいものだと思う。私たちが幸せかどうかなんていくらご主人でも決めつけるのは違うと思うよ。だから本当にショコラのことを思うなら。ご主人様、ショコラは本当にご主人様のことが好きなんです。好きだから大切な人の役に立ちたくて、褒めてもらいたくて頑張ったんです。体が反応しちゃうきっかけは発情期かもしれないです。でもご主人様のことが好きなのは、ご主人様に触ってもらいたいのは発情期だからじゃないですよ。ショコラは大好きなご主人様だから。ご主人様、ご主人様、
主人様、ご主人様。本当に手間のかかるご主人様だね。じゃあ態度で示さないとね、ご主人。